さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか今日の担当は植地和夫さんですはいこんにちは、はい、こんにちははいお願いします、うん、はい最後水曜上巻中かなていうわちみせみさて昼夜十二月の4日旧暦内南区名昼夜15号地の十二日にあたといびと中琉球新報の記事から内南ニュースを指定さびら中のニュースを ケナガネズミの林家が咲いた最多最多,多くっの国なたをディのニュースやびんンユリナビラ絶滅が危惧されている国指定天然記念物ケナガネズミの年間交通事故件数が先月11月20日時点の速報値で43件に上り環,環境省 やんばる自然保護官事務所が統計を取り始めた2005年以降で最多となりました絶滅が危惧されているおていてい,らんな,いないるおすりの安置を回っておるおの国指定天然記念物ケナガネズミケナガネズミを失うせ山アジとか山味にいるとびしがの山アジの 一年,年の交通事故件数車ま結構あされる芸能先月九十の十一月初日の速報値閉市らし予定43件のあって環境省やんばる自然,か自然保護官事務所がおの統計おの火事調べ始めたる2005年から生までに最もっと多くないびたん。 自然保護官事務所は要因について食料のいたじいが一昨年去年と豊作だったことや外来種のマングースの防除が進んだことで生息状況が回復しケナガネズミが道路近くなどで活動する機会があることを可能性として挙げています。 自然保護官事務所おの車のゲーことさびの多くなったロモートやクエムンのケナガネズミのクエムン問題のお石じゃギがんちゅんんちゅん九準一ページきとったたることとまた番号数の生きらくなやになしひるがておの山あじが道のそばをてじゅちましが 多くなトンチ注意便、夜間の事故が多いことを受け、国や県など関係団体は反射板を活用した注意喚起の看板を県道2号や70号に設置してきました。夜の事故が多ざることについて、国県な議のうちの者やこの反射板立てて、気知けるように。

ケナガネズミはこれから子育てシーズンに入り活発に動く去年は12月に9件発生しておりヤンバルを夜走る際はケナガネズミが出てくるかもしれないという認識で運転してほしいと安全運転を求めました C、うん、の風化自然保護監山や小野山アージェ生からコアバスダティルシチトゥナティ ジュチマヤビン九条十二号地に九件この車のゲイのアイビータン車の運転手ヤンバルの道ゆるハラスルバソウウの山アージのジーガスロわからんチちムテて、えー、運転仕組みソ理をオち安全運転二ガトびビータンチュヤケナガネズミのリンカが咲いたウフクナオンディのニュース 二十九日の琉球新報の記事から落ちてさびたまた水曜日にユジラビラにヘイデビロはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は上地和夫さんでした